メルカトルによれ地図コンゴ王国は、14世紀末から1914年までの間、中部アフリカ大西洋岸にあった王国である。現在のコンゴ共和国、コンゴ民主共和国、北、アンゴラガボンに相当する地域を支配していた。首都は、バンザコンゴ。コンゴ王国の成立は、14世紀のコンゴ人、ルケニルアニミが、周辺諸国を平定したこととされる。 ヨーロッパ人がアフリカに来航する以前、コンゴ王国は、中密な貿易網の上に成り立つ、極めて高度に整備された国家であった。1482年に、ポルトガル人のディオゴカンが、コンゴ川に到来し、コンゴ王国にもポルトガル人が来航した。1485年には、コンゴ王国と、 ポルトガル王国の国交が結ばれ、両国の対等な関係とキリスト教の布教が承認された。1491年には、ローマカトリックの宣教師が初めてンバンザコンゴに到達し、コンゴ王、ンジンガンクーは5月23日にカトリックに改修し、ジョアンの洗礼名を受けた。また同じくカトリックの洗礼名アフォンソを受けた王子、ンジンガムベンバをポルトガルへ留学させた。 1506年にアフォンソ一世が即位した。ヨーロッパ留学を経験していたアフォンソ一世はポルトガル語を学んで積極的に王家政策を取り、首都モンバンザコンゴからサンサルバドールに改名された。しかし、同時代中からポルトガル商人による奴隷貿易が始まり王国を蝕んでいった。アフォンソ一世は奴隷貿易の進行がコンゴを荒廃させていたことに、 カンガミ、ポルトガルをジョアン三世に、奴隷貿易の停止を求める書簡を送ったが、ジョアン三世は、ポルトガルの国益のためにこの書簡を無視し、その後、コンゴ王国は、アフリカにおける、奴隷貿易の中心地となった。1545年に、アフォンソ一世が没すると、コンゴでは、反乱が、相次ぎ、奴隷貿易とキリスト教の不況、そして、ポルトガルの侵攻によって、 コンゴ王国は徐々に力を失っていった。1568年に、ジャガと呼ばれる武装部族集団が、コンゴ王国に侵入し、コンゴ王アルバロ一世が、事態の収拾のために、ポルトガル軍の派遣を要請したため、ポルトガル軍の実力によって、独立を回復した。コンゴ王はポルトガルへの基準を誓わされ、以後、コンゴ王国は、ポルトガルの属国となった。 1641年に即位したガルシア2世はオランダとポルトガルの対立を利用して独立の維持を図り、この政策は功を奏して、コンゴ王国は中興を遂げたが、ガルシア2世の死後、王位継承の混乱に乗じて1665年にアンゴラからポルトガル軍が侵攻し、アンブイラの戦いでコンゴ王国軍はポルトガル軍に敗れた。 国王アントニオ一世は停神に殺害された。これがきっかけとなり、EN、コンゴシビル王が始まる。コンゴ王国はその後も名目のみ存続したが、19世紀末、ベルギーとポルトガルの植民地として、分割統治をすることと決められ、王国は消滅した。これは1885年のベルリン会議の決定によるものである。ありがとうございます。